どうもみなさん、こんにちは、ほうです。今回は GTA5 のロールプレイサーバーをお探しのあなたにぴったりのサーバーを紹介します。グランド RP というサーバーです。最大2000人ものプレイヤーが同時に接続可能です。400台以上の車も用意されています。警察官や消防士はもちろんのこと、他にも様々な職業に就くことができます。 フレンドと一緒に家族を作って自分だけのビジネスを拡大していくこともできます。グランド RP の参加方法はとても簡単です。必要なのは PC 版のグランドセフトオート5です。次にグランド RP の登録サイトに行きます。そこで会員登録を行ってください。会員登録が終わるとランチャーをダウンロードすることができます。それをインストールします。あとはそのランチャーから起動するだけでサーバーに入ることができます。 僕のブログでめちゃくちゃ詳しく解説しているのでそちらもご覧くださいということでまずお店のところに案内してくれましたここがお店かすげーええー、見たことないなこれ普通の GTA にはないようなお店になってるすげえ全然品揃えが違うね おーすごいぞこのズボンとかめちゃくちゃかっこいい靴も全然違うぞ最初から選べる靴はね3つぐらいしかなかったんでこれも靴も買って揃えていくことができるともしかしてこの時計とかもつけることができんのあそしてここで話しかけることによって見せてくれってするとおおなるほどねここでいろいろと買うことができるんだ色とかももちろん変えることができるとこれは細かいね で実際にアクセサリーはどんなものがあるんだろうアクセサリーなんだけど、今のところ13種類あるのか。で、刀を刺したりとかもできるし、おお、めちゃくちゃいいな。すげえぞ。これはかっちょいいね。おお、さっきの言ってたやつだね。<laughs> これつけられるんだ。これつけてみますか。ということで、そして実際に買ったものはインベントリーでセットできるのかな。おできるね。これでこっち側に持っていくことによって、服を着替えることができると。 でこれはアクセサリーなんでここに置けばいいのかそうするとおお変わった <laughs> めちゃくちゃよくなってるんだけど <laughs> すげえやったぜちょっと靴もねかっこいいやつにね書いてみたいと思うこれにしようかなそして靴もこっちにやることによっておお完璧すぎる素晴らしくなったぞ あなんかもらったぞレベル4のバックパックっていうのをもらいましたねこれは一体なんだろうおお見てなんだこれこのバックパックをここに装着することによっておおすげえ <laughs> できた <laughs> これいいねめちゃくちゃかわいいそうするとこのバックパックの中に荷物を入れることができるとおー完璧んということで次は別の場所にテレポートしてきました ここは何だろうねえ、これもしかして車屋さんすごーい。で、そしてこのスティーブっていう人に話しかけることによって、今日のセール情報を表示っていうのがあるね。えー、すげえ。エナスファントムってやつだね。めちゃくちゃかっこいいな。しかしすごい高そう。ちょっと待って、このベネファクターの車めちゃくちゃかっこいいな。これしてみたいんですけど。と、そして色とかもここで変えることができるんだね。おー、すげえ。 ちょっとこの綺麗な青色にしてみよう。で、一回ちょっと実際にね、試乗してみたいと思います。運転免許証を持ってないので、試乗できないってなってる <laughs>。細かい。あ、ということで、運転免許証持ってないですって送ったら <laughs>、運転免許証くれたんだけど <laughs>。まあ、これはもちろんテストサーバーなんでね、こんなことになってるんですけど <laughs>。運転免許証いっぱいもらったな。これはすごいわ。青色にしてと、試乗ボタンを押してみてと。おお、なんか価格出てくるんだ。これ5ドルって書いてた。 さあ、そして、おお始まりましたおぉかっこいいすげえぞ、これ。あ、そうだ、エンジンつけないとね。おおすげえこれ、電気自動車か。おーなんじゃこりゃめちゃくちゃいいでしょ目立ちはがるすげえめっちゃ最高の車だね。あ、これは面白いイエーイこれはどれぐらいスピードが出るんだおお早いぞすげえめっちゃ速い !200、300キロいくんじゃないこれ。 おー試乗車なのにこんな飛ばしていいの無理無理無理ぶつかる <laughs> えーやっちまった。試乗車破壊しそうになってる <laughs>。結構ぶつけちゃったんだけど、この場合はどうなるんだろうね。じゃあ、それじゃあ、この車を返しに行きたいんですけど、あ、見つけたー。こんにちはー。この車返しまーす <laughs>。あ、別になんかペナルティーとかないみたいだね。 えーすごー。これはいいね。面白いね。次はエナスのファントムに乗ってみました。こりゃかっこいい。いくよー。すげえ、いいね。高級車だぞ。そして、車内を見てみようと。おー、素晴らしい。上には星がある。すげえ、最高だね。あ、やっちまったわ。 次はこちらのお家にねやってきましたじゃあちょっと履けてみますかそして家の中にも入ることができましたおーすげえここでなんかもしかしてお内装の変更とかもあるねちょっとやってみる家具付きインテリア家具のないインテリアモダンなインテリアなんだこれいろいろあるね日本のインテリアにしてみようインテリアを見てみよう内装を見てみるおーすげえ 日本仕様にすることができるっていう、そういうこともしかして。おおなんじゃこりゃー。めちゃくちゃいいね。ちょっと待って、ここにはお寿司とラーメンがあるぞ。すげえわ、これ。じゃあ次はね、ガレージの方に行ってくれということで、行きますか。おおガレージめちゃくちゃ広いな。ここに車置けるんだね。あ、そして、ここで車がいろいろあるぞ。 おおめちゃくちゃいっぱいあるんだけど、ここに車が。例えば、この車を選択した場合。あ、ごめん、やっちまった殴っちゃった <laughs> すげえ、乗れたーかっちょいいエンジンつけてみよう。おお動かすことができるぞ。車も全部ね、スポーンさせることができるんだけど、まあ今回ちょっとね、全部は出せなかったんだけど。おおそして下の方にもこんなに大量にガレージがあるんだね。 家族を作るっていうことができるみたいで、ホーさんにしてみようか。えー、なんかロシア人、ウクライナ人とか出てきるんだけど <laughs>。これ、あ、日本人出てくるあったあったあった、これか。そうしたら、こうしよう。この M キーを押して、次のこの家族っていうところに行って、そしてさっき作ったファミリーの管理だね。まあ、ここで色々と見ることができるみたいだね。税金もできちゃうのすごいな。今回はテストサーバーなんでね。 え、ランキングは見れないんだけど。で、ファミリークエストっていうのもあって、おおめちゃくちゃいっぱいあるぞ !10 期間中3丁セットとかある。仕事を引き受けるとかもあるぞ。で、この家族戦争っていうやつも、おおこれはすごい <laughs> マジか <laughs>。まあ、まだ戦争を始めるほど家族は、まあ、今回テストサーバーなんで誰もいないんでね <laughs>。何もできないんだけど、まあ、勝っていったら優勝した1位の人はこの車をもらえてっていう感じだね。おおこれ面白そうだな。 そして、ついに、警察署の方に着きました。ミッションローの警察署だね。これ、普通の GTA と違うね。この上の部分とかも作られてるね。そして、私がリーダーになった。ここが中央警察なんだ <laughs>。よし、やったぞ。で、そして、どうやら、何があるのこっち側に行けばいいのかなあ、ここで武器を取れるんだね。よし、じゃあ話しかけてみよう。おお、倉庫に弾薬を追加発注とかあるし、武器庫を見る。 そして、弾薬を倉庫に戻したい。使用済み弾薬を処分したい。これはすご、<laughs> 倉庫にはどれぐらいの薬があるのですか警察犬を連れて行きたいとか。在庫の数とかちゃんと言ってくれるんだね。で、武器を見せるっていうのをやってみよう。すごいね。何でも銃が揃ってるね。このサウマシンガン持っていきますか。で、武器を取る。おー、武器ゲットできてる。で、これはこっちに置いとけばいいのかなおー、そうすると、おー、持てた持てた。さあ、そして弾薬もゲットすることができました。それはここにセットすればいいのかな よし、いいぞ。あ、2発 <laughs>。これでいいのか。あ、そしてここはロックされてて入れないので、E キーを押すことでロックを解除できるっていうことだね。あー、ちょっとなんか違うね。普通の GTA とはここ全然作りが変わってきてるね。で、そしてここもロッカールームで、で、そしてクローゼットの中があって、よし、作業服に着替えたら、おー、警察の服だよね。これも結構色々と、カラーまで選べちゃうのもしかして。あ、そこは変わらなさそうだね。 まあ、このアクセサリーとかも変えれるのか。おお、すごい装備品を付けられるんだ。おお、なるほど。これは面白いね。で、そしてなんとか着替えをわることができました。かっこいいそして J キーを押すと、PDA を開いたりできる。PDA 開くとお、タブレットを出し始めたね。そして、なんだこれ。緊急通報だったり、指名手配とか。おお、いろいろわかるな。罰金を科すとかもあるね。 そして、電話番号はちょっとわかんないんだけど、検索データベースとか。うお、これはすご。なんだこのボタン。あ、助けを呼ぶとかあるんだ。えー、なるほど。こっちは本当に応援を呼びたいですかこれはすげえ。ここでなんかできるんだ。で、大麻の表示場所をせ、表示とか。これはできないね。バリゲートの設置とかできる。ここではまだできなさそうな気がするんだけどね。 で、そして、警察テープとかも設置することができるんだ。左クリックで設置して、こっちに設置と。おー、すげえ、できたー <laughs> で、レーダーを設置っていうのもあるね。あー、ここのグリーンゾーンっていうね、呼ばれてる安全地帯には置くことができないんだね。外じゃないと置けない。で、次に M キーを押して、組織っていうとこだね。ここを押すと、中央警察のやつが出てきた。犯罪者を3人捕まえて投獄したりとか、3人に切符を切ったりとか、まあ、いろいろあるんだね。まあ、ここら辺を全部やっていかないといけないと。 そうするとこのケースがもらえるっていう感じか空母防衛とかあるぞイベントで日火木金の夜の9時半から空母を家族から守るイベントが始まるとかそういうのもあるみたいさあ次はこっち側に行くのかなおおここもなんか全然違うかっこいいすごい大量にパトカーが並んでるぞめちゃくちゃかっこいいパトカーだねバリゲードの設置っていうのをねやってみようかバリゲードってこういうことかタイヤをパンクさせるやつだね よし、ここに設置することで、おできたね。で、ドローンを起動するっていうことで、おお、これか、ドローン。ドローンが成功した。おお、おお、めちゃくちゃ早い。<laughs> すげえぞ、ドローン。で、このレーダーセットっていうのも設置してみようかな。あー、ここには置けないんだ。次は、消防士の仕事が気になるので、M キーを押して、私の仕事ってやって、 そして、ここでね、消防士っていうのを選んで、通勤経路って押すればね、どこに行けば消防士になれるか教えてくれます。で、まあ、そこまでね、ワープしてきたんですけど、ここですね。さあ、到着だ。ここで実際に消火活動とか、やることができると思うので。よし、ここで消防士になるだって。かっこいいね。就職が決まったら、消防服に着替えて消防車を借りよう。消防車を借りたら、呼び出しメニューを開いて、消火活動に向かいますだって。 ホースを使うのは H ボタン長押しだって。雇用するってやったら OK だね。消防士の仕事に就いたってなったね。で、着替えをしなければいけないので、着替えはここにあるみたいなので、よし、これで着替え終わったね。完璧だ。そして、この人に話しかけるのか次は。で、ここで消防車を借りたいってやります。まあ、レンタルしなくちゃいけないんでね。これ結構値段するよね。まあ、あそれでも消防車借りれたぞ。やったー。おぉ、かっこいい。 で、実際に仕事場に行きたいんですけど、JK を押すとね、どこで火災が発生してるかわかるので、まあ、ここに行ってみます。で、ルートを計画ってやってみます。そうすると、ルートが表示されるので、あとはエンジンをかけて、出発進行で、そして火災現場のところに到着しました。めちゃくちゃ炎が出てるね。やばでは、実際に消火活動をやっていきたいと思います。うわー、すごいいっぱい炎出てる。 じゃここに階段があるのでここから登っていくのかなすごい炎だで実際にね火災をね消火していきますあこれわかりやすいねなんか丸が出てくるんでねここに水が当たってますよってわかるんだなかなか火は消えないんだねこれ結構火が強いんだね消火活動を2人でやっていくのはねかなり時間かかりそうで大変そうだね 次はギャングのやつを見ていきたいと思います。おー、すげー。ギャングやべえ。かっこいい。そして、ここには倉庫があるんだね。おー、これがギャングの、あー、ここに家があるんだけど、<laughs> こんなもんなかったもんね、普通。これじゃなかったもん。ここ確か普通の倉庫みたいになってたもんね。えー、これがギャングの家の中ですか。おー、これは面白いー。<laughs> <laughs> それじゃあ中はどうなっているのかなお邪魔しまーす。おお、汚いね、ちょっと。<laughs> で、そして、あーここお手洗いですね。で、そして、おこれ、地下もあるんだね。おお、怪しそう。おお、いたいたいた。<laughs> 誰ですか、この人。やあ、兄弟、何か用かい倉庫を表示。コモンファンドに現金を入れたい。捕獲の領域に入りたい。すべての武器を取り出せ。麻薬の隠し場所を知りたい。ちょっと倉庫を表示からやってみますか。あ、そうすると、おおお、結構いろいろあるな。 バックパックももらっていきますか。で、そして武器ももらっていこうと。ここら辺ももらってと。で、あとはコモンファンドに現金を入れたいっていうんだね。団体の口座に振り込むことができるということで。ま、あこれ10ドルぐらい入れてみますか。で、そして捕獲の領域に入りたいって一体何だろうね。あなたのギャングは領土の占領に参加していないということで。なんか戦争みたいなやつなんかな。すべての武器を取り出せ。あなたは FIB の社員ではありません。<laughs> でそして、おーっこっち側ではちょっと違法薬物の製造をやってるみたいだね。ちょっと話してみようか。これ倉庫を表示してみよう。これは警察と同じような感じになってるんだね。<music> こんにちは。あなたはどんなイベントでもアレンジできるよということで、射撃場に行きたいとかあるんだね。そうすると、デスマッチリボルバーとかある。あ、参加人数が30人とか入れるんだ。すごいな。 お、そうすると、おー、こんなところに飛ばされた。ここでリボルバーで戦ったりすることができるんだ。そして、ちょっと管理者の人を倒します。お、倒した。お、やばい。始まった、始まった、始まった。これは難しいぞ。あ、やばい、やられた。<laughs> やばい、やばい、やられそう、やられそう。ちょ、待って待て。めちゃくちゃ強いな。合ってんのがむずいわ。あー。 ここでちょっと射撃の技を磨いていかないとダメだね OK 倒せたー。<laughs> 次は M キーを押してこの統計っていうとこに行ってみようそうすると私のスキルっていうのがあるのでこれをちょっと見てみたいと思うこれで、ね、スキルを買うことによって高速輸送を可能にするとかもあるし 例えばサブマシンガーのスキルを購入した場合、武器の射撃ダメージが増加するとかあるんだ。この電気技師だったら収入を多く得ることができるとかあるね。で、ちょっとこのスタミナっていうやつは、息切れすることなく走れるとか <laughs>、最強すぎでしょ。これちょっと買ってみたいんだけど。これ結構値段するね、20ドルだって。あ、でも買うことできたね、普通に。で、重い荷物をバックパックに入れて持ち運べるとか、めちゃくちゃいいな。800ドル <laughs> ?800 ドルはやばいって <laughs>。 <laughs> すげえ高いああ下の方にはまだまだいっぱいあるんだね <laughs> いつの間にかこっち側にワープしていましたでこれで実際に運動することができるのかおお運動してる運動してるこれは面白そうで武器を持っていたら運動ができないのかよしいいぞでそうしたら運動できるようになるはずだおーしやったぜよしこのマシンをちょっと使ってみますか これはきつそうめちゃくちゃきつそうだぞもうトレーニングの必要はないって書いてる <laughs> トレーニングしすぎなのかあそしてなんかつるはしをもらいましたつるはしがあるとこうやってできるんだね これで、あ、なんか、ゲットできたね。どうゲットできた。おお、すげえ。<laughs> マジか。採石所でレベル1のハシで採掘できる。安くて採掘しやすい鉱石だって。 で、そして次はこれ石油かなもしかして。おー、ガソリンを生み出したりできるってこともしかして。採掘することができるのか。灯油とかもゲットできたんだけど。で、そして、この灯油をゲットしたとしたら、鉱石と鉱物の価格は時間ごとに変化するだって、1日3時間以上ゲームに参加している場合20、20%の追加料金が発生しますだって。ちょっと価格を見てみたいっていうのをやってみようか。そうすると、さっきゲットしたどうだね。これも売ることができるよね。 ーーちょっと1個売ってみますかよしゲットできたこのゲームでは飲み物とか食べ物をね食べることによって体力が回復しますということでここで食料を買うことができるのかよしオープンしてみるとおおここにバナナとか <laughs> バーガーとか売ってるねおおこれめちゃくちゃうまそうだねこのバーガーもらっちゃいたい いやこれ結構高いんだけど、175ドルするって。よし、やったー、買いたー。で、そして、あとは、これを、じゃあちょっと、早速、食してみますか。お、食ってる食ってる食ってる。おー、すげえぞ、食ってるぞ。そうすると、お、体力上がったね。半分は回復したぞ。で、他には、このバナナとかも買ってみましょうかね。これ35ドルバナナ。 嘘でしょ。高はバナナ。よし。そして、おぉ、バナナも食ってる食ってる。すごいすごいすごい。いいね、いいね、いいね。あ、今度はコンビニにやってきました。で、ちょっとね、さっき買ったね、フライドポテトもね、食べてみますか。おー美味しそうだね。で、そして、コンビニでは、お、こんにちは。商品を見てみましょう。あ、契約を結びたいとかもあるね。レジのお金を出せとかある。 おお、ここでは結構いろいろ売ってるね。さすがコンビニだ。なんだこれは。花火まで売ってるんだけど嘘だろ。<laughs> この花火やってみようか。ちょっと購入してみてと。おお、花束まで売ってるね。よし、これも購入してみよう。なんだこれ。ビデオカメラみたいなの売ってるんだけど。よし、それで、そしてさらに、契約したらなんだろうね。<laughs> 年中無休の店舗だと契約が成立しましたってなった。 まあ、とにかくさっきゲットしたこの花火だね。これもちょっとやってみたいんだけど。そしてここに花火を設置してと。そうすると。おーいったー花火ー <laughs> この花とかも使うことができるんだ。ボディカメラは内蔵スティックにすべての出来事を記録することができるだって。ほんとだ、ちゃんとつけてるね。 で、次はダイヤモンドカジノのところにやってきました。それじゃあ入ってみようと。おおすげえめちゃくちゃかっこいい車がなんだとこれ、これ欲しいんだけど。<laughs> この車めちゃくちゃいいな。で、そしてここで。チップを現金で買いたいとかね。そういうことができるんだね。じゃあ、100チップぐらい買ってみますか。で、10ドルだって。よし、これでチップをゲットできたみたい。 このホイールはゲームに4時間費やすとできるようになるんか。じゃあ早速ここでやってみますか。チップ100枚あるんで、10、20枚、30枚ぐらいやってスピンさせよう。さあ何が出るかなこれ本当に遊べんのがすごいよね。よし、もう一回スピンだ。いけいいやぁ、全然無理なんですけど。さあどうなる無理ー <laughs> こっちに来ると、おお競馬で遊べるようになるのか。 マジか。100コインぐらいかけてみますか。えー、どれにかけようかな。これにかけよう。よし。100チップをかけてみました。5、4、3、2、1、スタート来ました1番の馬にかけてるんだけど、ボロ負けなんだけど、ちょっと待って。<laughs> 普通にボロ負けだぞ、これ。頑張れ、頑張れ、頑張れ、行け。えー、無理無理無理。 嘘でしょ <laughs> マイナス100コインだよ <laughs>。管理人の人1000コインかけてたからね <laughs>。大損こいたな。で、ここではポーカーをね、することができるみたいなんだけど、ちょっとね、やり方がわかんないんで、僕はできませんが。で、さらに、こっち側でもポーカーを始めることができるという <laughs>。ま、実際にポーカーを始めると、こんな感じになるんだ。え、でもわかんないわ、これ。 そしてアイキーのインベントリーを開いて、このアイテム作成というのもあるみたいだね。うおおすげえ。<laughs> なんですかこれ。靴を作ったりとかもできるし。で、めちゃくちゃ多いな。この量は半端じゃないよ。こんな GPU まで作れるってすごくないか何に使うんだろうね。で、そしてこのヘルメットを作ろうと思ったら <laughs>、これ100個もいるの <laughs> こういうのを100個とか集めないといけないんだ。試着すること自体はできる。仕事中はドレスアップできないってなってるね。 あ武器も作れるしこの弾薬作ろうと思ったこのスクラップが必要なのかそういうのを集めていかないといけないんだねということで次はシミオンのお店にやってきました中古車を買うことができるのかな品揃えを見るということでおこれはまだ何もないみたいだねなるほど まい、あ、らなくなったやつはここで売ったらいいってことだね。いやー、ここは、あ、なんかシミオンのお店じゃなくなってんぞ。<laughs> グランドドライブになってる。あれ、シミオン解雇されちゃった <laughs> そして最後になりますが、こちらのグランド RP の日本サーバーの管理者になりたい方も募集しています。管理者になりたい方は、こちらに書き込みの方をよろしくお願いします。 応募に必要なのはあなたの名前と年齢、サーバーでプレイしている時間、サーバーで過ごせる時間はどれぐらいなのかなどを書き込む必要があります。詳しくはブログの方にも書きたいと思いますので、気になる方はぜひブログの方もチェックしてみてください。応募は日本語ですることができます。ということで皆さんどうでしたでしょうかぜひこのグランド RP サーバーに参加してロールプレイを楽しんでみてください。 僕も参加して生放送とかもやっていきたいと思いますのでサーバーで会った時は一緒に遊びましょうそれではさようならバイバイ